はい、はい、ってことで今日もやっていきましょう。フォートナイト FNCS 実況やっていきたいと思います。だね、シュンシャンのパーティー見ていこうか。何なのペガサさん、その、みたいな、その赤ちゃんみたいなモードあれでしょ、勘でしょ、違うの、何なのその赤ちゃんモード、ペガサさん、みたいな感じじゃないの。違う違う、なんか声出ちゃったうん、怖すぎるだ。あっさあ目の前にトキシックロードと全部俺に任しとけ。さあシュンシャン、ここはファイトを仕掛けていく。さあやばいから光線的なのかな。あ、イルワさんに、強っ。リルさんとシュンシャンがレーザーして一人持っていった。ヘッドショット当てたし強っ。ナイスキル。さあここ追っかけてアサルト。うーわースナイパー誰が当てた、うまスナイパー、うまっ。これ味方のリル、リルが当てたんじゃね。さあ一気に資材全部使って逃げていくが、さすがにこれは逃がさないでしょ、シュンシャンも。さあどんどん追っていく横に、うわーうますぎ。なんでそんなクイックショットでヘッド当てれんの。うますぎだろ今。マジでうまい、うまい、うまい。やる気がやばっ。いやーこいつ、今のスナイパーはうまいわ。え、俺でも3人余裕だもん、ね、いや早すぎる今の。これがな、うわ抜いてるわ。えこいつスナイパー確定しすぎだろ。こいつなんかしかも2人やられてるよあそこ。さあ横から逆にスナイパー当てられてしまう。もうでもサーチャイス方も余裕だと思うね。こいつマジで当てるな。さあキルが欲しい。あ、キル入ったね。おいしい。キル入った。リルがキル入れてるしっかり。さあシュンシャン回復していきました。さあシュンシャンだけで3キルしている。あーもうフリーキルだあれ、ね、当てた。これはアンチダメージでも死んでいく。おいしい。1試合目から調子いいんじゃないシュンシャン。さあこれ一番遠いところだけど早めに移動したいね、これ。あーいいね。さあ右側のさあ敵のアンチ、はい、いいさ使ってますね。嘘だろ、抜けそう。うわあやばくないこいつ、天才すぎない。いやーつえもうだって105で味方も一緒に打てば確かに勝手にやれるもんな。絶対やれるもんな。ワン頭してるよ。そう絶対ワンピック取れるもんな。やっぱあれだね、今のフォートナイトの環境、スナイパーが強い。もう強すぎる。またやってない、違う、気のせい。リルがやってるよ SVL のクラやってる、やってる。さあ移動中に2人やって、さあ資材もさあ増えていきました。スナイパーもアップグレードしました、シュンシャンチーム。さあ味方から資材もらうでしょう、ここ。さあ1個下落とされてワンボックス、目の前の敵。さあやっていく1キル。さあ資材もこれで、さあ少しは増えたでしょ。さあ目の前の敵も、さあやって、うわ山上だ。強い。さあゴリ押ししていく全員で。強いよ。さあ横開けて、さあ味方が一人持ってかれたが、さあシュンシャンダメージまだそんな食らっていない。めっちゃあるよ。さあ真上にレタスさんがいるが、ここで上を取りに行くシュンシャン。え、さあ下をくっつけてハイグラを取れない。いやでも稼いだ稼いだ、全然稼いだ。いや稼いだ稼いだ。いやレタスさんたちが強い。やばチームのキル。さあレタスさんたちも10キルしている、ね、さあ資材もまだあるのでハイグラキープしたまま、さあローグラウンドにいる残り2チームを倒していきたい。さあ味方がやられちまったが、ハムプさんの HP はまだ170。さあここはやりに行きます。ショットガンを一発外してしまった。さあ残り、あとこれまずくないか、1人やばい。レタスさんだけになった。ここは1キル。さあ上がってきた敵と 1v1。 さあ各キルを入れたい。うわえ、さあレタスさん、ここはビクロイできそうだったが FL なの。さあ鍛錬が出ましたね、これ。よく倒しに行ったね、今。いや、順位は追いつけるよ。3試合あれば。残り3試合で。うわー、さあ、ファイヤー。さあ、背中を見せたエンビーをスナイパーでしっかり抜いてきました。さあ、隠しを入れたいファイヤー。さあ、この110ダメージは美味しいね。さあ、しかも、角キル入った。さあ、ファイヤーのスナイパー。やっぱ、スナイパー大事だな、大会。お前、これ、リザート？お前気合入ったっす。お前気合入ったっすけど、お前やべえ、歩くモーションあるじゃんお前。そう最近ね、あのパッドに変えたんだよ。お前早く次のアンチ行けってお前。いやフリーズした。
うやばい、 AV がフリーズしたね。さあスナイパー一発ヘッドショット入れれば一気にダメージ取れるんで、さあサージは大丈夫なるが、なかなか敵も顔出してこないね。さああこれ食らってんの見て、詰めてるねこれ多分。そうですね、自分たちが以下になっていく。そうだね。ああなるほどね、もう行くしかないんだこれ。シンシャンも食らってるので、いやほんとだ、早めに焼いてー。ミニボラ78人だから減らないなこれ全然8人、うん、いや痛い痛い、早く早く早く、やらない、行かなきゃ、行かなきゃもう死んでも無理ですねこれ。死ぬまで盲目席よこいつ。さあもうご両親行くしかない。当てろ。さあ逆にごめん、変えちゃった多分、当ててない今の。やばい、山もリルも HP がどんどん減るし、アンチも来てる、絶望的すぎるこれ。これ厳しいですね、もう回復がないので。さあ1以上に1音なんかピッてなってるが、今圧迫ですね。エアルピッてかな。痛い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 。あ50以上けど、けど後ろのやつらも死ぬ。うわーうまっ、うますぎるそれは。なんか今あうわーさあ横から詰められて、これはねやばい、うまい敵。あれっていうかこっちも3人いるくない。全員いるね、1人落ちてないね。さあやられていったが、うわこれ、うわいけそうな感じがしたが、さあここ、うわドラゴンブレスショットガンしか持ってねえ。さあ1人ドラゴンブレスショットガンで持っていって、さあ1キルかっきり入れて、えまさか、いやいやいや、えいやいやいや、エンビエ、いやいや、いやいや、さあ 1V1 エンビエ。これさ、これさ、なんかさ、ミニマップ紫の人たち寄ってきてない、これライトたち、ライトたちが寄ってきている。いけいけいけ。あのこれが一番美味しい展開なんだよ ね。しかも22交換で11だから余裕でしょれる、うん、さあファイヤーたちが横から来ているので、さあこれ早めに終わらせないといけないが、さあ近くまでもうファイヤーたち来ているぞ。いけいけ、さあファイヤーたちが撃ってきた。ナイスナイスナイス。さあワンボックスやり合ってる。さあ1人やられたが、さあこの1キル取れば、さあもう横に横までファイヤーたち来ている。さあ一気に詰めてくるぞファイヤーたち。さあファイヤーとワンボックスさ見えていない。うわーここファイヤーノーダメージか、やっていく。ナイス。さあミスティメトーズ3パーティー分のアイテムを全部ファイヤーたちがここで取ることができます。でかいね、ナイス。いい玉だね。さあ山がアンチ進行している。さあでも資材がないのであまり進めない。さあ横の敵とかやっていきたいとか、ここは壊して、さあ目の前の敵やっていきたい。さあここは目の前、うわーえスナイパー捨ててる誰か。えさあチャージショットガンでさあワンパンして、さあシューシャン少し資材もゲットプラス、さあフロッパーじゃねえ、なんだっけこれ、ペッパーか。さあペッパー食べて、さあ上でハイグラいるね。さあシューシャンたちしかし順位ポイントをしっかり稼いでいる。さあハイグラを落とせない、2段構造になってるね。さあどうにかこうにか上を壊したいが、シューシャン上からのヘイトをもらってしまう。ロースト当てた嘘でしょ、おー、Fすぎるだろ。さあ目の前の敵、さあ誰だ今、レタスさんがいたが、さあこれは危ない。さあやられちまうか、しっかり山が援護しに来ている。さあローグラ降りてレタスさんに一発、さあゴリ押しして、さあローグラウンドの敵を全部やった。しかし上からハーポンガンで、さあドロボがいる。さあ SVL のチェーム、うわー、えスナイパー、スナイパーじゃない今の星打ちの。スナイパースナイパースナイパー、こいつスナイパーに何スナイパーに狙うと思える。さあ回復勝負できてるが、まだアンチャーでかいので、いやワンチャンあるこれ。いやでも2位まで一応続けてはいる。いやしんどいな。でもちょっとスナイパー撃ってたもん、ルーサム撃ってるよ、いるよ目の前。それキル欲しくね。ああ、そりゃそうだな。これはでも2位まで、2位まで上げるんだね。あリルさん仲間か今の、いいかと思った。さあ残り 3V1 かなこれは。いやさすがにもうこっから逆転したらもうプロゲーマーですこの人は。さあ一発当てている、うわー惜しい。さあうわーさあ1人やっていくが、しかし勝者2位まで。ちょっと待って、今のさー星打ちスナイパーは何。いやーいいね今日は勝者、ジネレーションでしょ。違うか、勝者取れ高くれるね。3位90ポイント1位と15ポイント差、全然大丈夫だね、全然クリアできる。もうなんかもう大丈夫なんじゃない、これ10位内余裕で入れる気する。まあでも残り3試合、サラリーたち24位10位ポイント、まだ大丈夫。こっから折り返しだから、やっとこっからやっと折り返しだから全然ある。あさあさあ周りでは何人もの敵が落ちてしまいます。しかしシュンシャン先頭を走って、
さあ順位ポイントを稼ぐ動き。現在95位じゃねえや、97ポイント。さあどんどん順位が入っていきます。さあ山が1キルしている。ナイスキル。さあこれは山回収できたか資材。さあ回収はできていないが、しっかりと後ろでキルを取っている。さあいいね。さあ目の前のシークラ。さあ出てきたところしっかりシューシャンがやって。さあその下でやり合ってる敵にもヘイトを向けている。さあいいぞ。さあすごいのやっていってる。さあしかも戻りアンチ臭いので、さあアサルトライフルで一気にダメージ取っていく。さあ後ろからレーザーされたが、これ早めに気づく。いい反応するですね。ラグする。さあどんどん移動していきます。残り人数26人13パーティー。さあ一度下に降りて、さあローグラの方が強いと判断。さあキルを取りに行く。さあ目の前敵やって、さあ資材を少し回収できた。いいね。さあ安定しまくってるぞ。さあ目の前敵しっかりと、チャージョクさんぶち当てて、さあアンチ移動していくが、資材が残り12枚、残り8パーティー。さあここら辺、ここら辺から順位ポイントがどんどん入ってきます。いいですね。いいね。しっかり3人でフォーカス合わせて倒してるね。大丈夫だろ。さあちょっと、あやばい、落とされちまったが、シュンシャン落ち着いて、さあもう一度合流。偉い、2位まで持ってきたね。2位まで。そうね。さあ下開けて全員でワンボックス入り込んで、マニマニをやっていく。さあ横の、うわでもユセアとミヤットチームがさあいるが、さあヤマたちがどこまでいけるか。さあヤマ一度アンチ外まで行って順位ポイント上げます。えらい、この順位ポイント上げるの偉い。でかいこれね。でかいね、はい、さあ4位、あと1キルでも入れば下が死ねば。さあワンキルからの、ああちょっと、なんで、うわなんだ、焦っちゃったな多分今。そうね、絶対帰れないからね多分。どっか目の前でそうやられて、大事なキーなんだろうな。隠し入れて回復。さあ横から来た NSR 宮田井。さあレンコンの 1v1 だか、レンコンは上で回復勝負。え、何この手武器。しかし HP、あ、これどっちどっちどっちこれ、レンコンさんの奥みたいな。え、え、え、あ、いるのか。どっち、シークレットスズさんが多分、あ、本当だ、これ回復勝負してた。これあれだ、スズルも戦ってたチームだ。あー、なるほどね。さあシークレットスズのチームが勝ちました。さあデーモンが一人やられてしまった。いや、これはムーンに勝ってる。ムーンが一人いるが、さあレタスさんの、うわー HP だ、うわー、スイルムがここで剣山していくが、時すでにお寿司。さあこれはさ、うっ、いや一人持っていくが、さすがに。いや、こいつはよくやった。なんだ、えぐいぐらい下打ちしてるみたいになってるって。すごいすごいすごい。やばいって、おなら出てる、おなら。さあスナイパーで抜かれてるぞ、でも上のやつ。わあ、さあここでファイヤーが後ろ通して一人持っていく。さあもう一人、うわ強い、やべえ、目の前いるぞ。これ別に、さあドラゴンプレス、いやーラゼルの援護、これやばい、でも開けてラゼル持ってないんだよな、ラゼルさんが。さあここもう一度起こしに来ます。やばい、ナイス、うまい。いや、あの反射神経いいし。さあでも敵ミリポ飲んでる。起こせる起こせる起こせる、触れる。いやー、うわー、ワンブイシークラッチはやらない。さあファイヤーたちやられてしまいました。これちょっと、さあ気を壊して、さあ3試合にも及ぶ、いや6試合にも及ぶ負けられない戦い。さあどちらが勝利するのか。さあここはライトが一発やられて、さあ持ってかれてるが、ライトもしっかりダメージ削って11交換。さあ上からやってきている、うまい、一発当ててヘッドショット入れている。さあファイヤーも、さあ目の前の、さあ敵を隠し入れていきたいが、いやー、ここは一発ピッケル振って、さあラゼルの腰打ち、さあ2人やられてるで、さあ1人倒して 1v1。 さあここファイヤー起こせたら超有利になるが、敵も分かっている。いけるね、いける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 よ、起こせる、起こした。リブートしに行ってる相手が。いや、でも絶対無理、絶対間に合わない、あ、気づけてない、でも、いや、いや、気づ、あ、やばいわ、うわー、気づけー、音聞こえてる、うわー、リブートが完了してしまった。これでもリブートの敵ってやっぱりウッシュが弱くて、そうね、ポーションにできるから、うまくそのハンドガンしか持ってない敵を倒せればまだ全然。さあ 3v2 になった。さあこれがおもろい競技シーン。さあ相手の
そうね、武器が弱いから詰めるね。あ、ファイヤー取りに来るね。でもあ、武器取りってやつ、みんな、いや、これ、それ目の前やればさあ、ワンボックス入って一人持っていく。これ武器持ちじゃね。さあ、武器持ちを倒して、さあ、残り 2v2 まで持ってきた。さあ、ファイヤーが上から相手を守りながら、リバとしてもファイヤーたちがまだ有利のまんまやな。さあ、ここはさあ、守っている。いや、これできる。さあ、ここでライトが起き上がる。さあ、ハイグラ取ってきた。うわ、ドラゴンブレス強すぎる。さあ、ライトが起きて、ラズエルボン。さあ、また 2v2 の状況になってしまった。さあ、スタタフ一発あって、うまい。 2v1 であいつ倒せれば無限やん。いや、マジ一生やん、こんなん。無限蘇生編やん。さあ、ラズエルが周り見ながら援護しないといけません。さあ、詰めてきたぞ。いや、さあ、ライト、これはいいね、いい判断、やめた。さあ、1キル。さあ、ライトも持ってかれていない。さあ、ライト生きている。さあ、29ダメージ。そこから、これ角度使って打っていく。さあ、挟んでいる。ここはラストスキル、やっていく。おほほほ、素晴らしい。ナイス。初動のキル数見て、これナイスすぎる。初動のやばっ。さあ、どんどん移動していく、どんどん移動していく。これダウン下ろさないと、あれ全然ダメじゃない。そうね、これ下見ようか。さあ、後ろの敵を山やってる、これ。さあ、うわ、強い。これは運じゃねえ。さあ、下見ていきましょう。さあ、下の方ダムになっているのか。さあ、これ落下ダメージエグそうだね。さあ、上の方ではスイルムたちがさあ、ハイグラを取っている。これびっくりしたらあるんじゃね、ワニちゃん。スイルムたち、いやー、キルしまくればじゃない、マジで。マジで倒せばあると思う。さあ、資材はたくさんあるので、さあ、必要以上に攻めていく瞬間たち。さあ、一気に2位のチームとさあ、ポイントを離していっています。そう、スイルムたちもね、初動でやられてるだけだから、終盤とか全部強いんよね。普通に優勝候補チームだから。バウンサーで多いのかな、こんだけ。そうね。さあ、ここはバウンサーで、さあ、降りていきます。さあ、でも、シュンシャン、アサタルフルダメージもらうが、さあ、しっかり山が逃げ場を作っている。さあ、後ろを締めて。さあ、154ポイント。さあ、順位ポイントがどんどん入ります。さあ、いけますよ、これ。さあ、現在、チームキル10キルです。キルも申し分ない量。さあ、目の前のタックス、まあ、これはワンボックス？シュンシャン入り込んで。やっちまうのか？さあ、落ちてしまったシュンシャン、大丈夫か？さあ、危ないです。さあ、全員 HP マックス、資材もたくさんある。さあさあ、しっかりと最終試合でも気を抜かずに先頭を走っております。さあ、まだキルを取ろうとしている。圧倒的1位がさあ、目の前に待っている。さあ、上の NSR ミア、ここはさあ、通していきたかったが、ショットガン当たらず。さあ、一度下におります。ローグラウンドを選択。一発126当てて、さあ、味方があとはやってくれる。隠し入れて資材を確保、強すぎる。さあ、資材がでもなくなったね。うまうま、ここキル取って、さあ、資材をまた確保。強すぎ、強。さあ、上からロケットランチャー飛んでくるが、さあ、宮たちを落としていく。さあ、まだ繋がっているので落ちてこない。さあ、シュンシャン残り1人になったが、現在2位。さあ、2位で一番ポイント欲しい。さあ、宮たちも取ったが、あれ、これ150ポイント、あれ、いや、高かった、高かった、ちょっと見てみよう、ちょっと。さあ、ラストマッチ終わりました。宮選手、おめでとうございます。見ていきましょう。さあ、1位はこの人たち、ドン。おおほほほ、シュンシャン、強い。すごい。さあ、174ポイント稼いだシュンシャン1位で、さあ、バーッと見ていきましょう。10位以内かな。こっから上が、クリファイですね。さあ、シークランも、さあ、レタスさんたちも、さあ、全然いってます。おめでとうございます。さあ、シークランが惜しくも、あ、まあでも14ポイント差ぐらいか。あ、ちゃんと差があって、あれね、バーッていって、いや、最後でもファイアたちも、まあ、いけなかったけど、でもいい試合したと思うよ、最後。うん、ね、うん、面白かったね。さあ、33チームこんな感じです。ということで、皆さん、 FNCS ウィーク2、これにて終了でございます。今日はちょっと
男と男の戦いみたいなマッチがいっぱいあってちょっと見応えあったね。それではまた来週の FNCS で会いましょう。それじゃあ最後はまたなでいきますよ。せーの、またな、バイバイ、お疲れ様です。終わったー、バイバイ、終了、おめでとう、ありがとう、おめでとう。